わ、ここでセーブかー。ちょっと、セーブ2。エンディング4つもある？嘘だろ。あー、ここ俺がなんか間違えて言ったところだ、最初。これどういう状況、ほんまに。あれ、みんな仲間に手持ちにおんねんけどさ。手持ちっていうか、あれ、ここ、あ、トロ電城か。ちょっと待って、仲間。あー、そういうこと言えば、まあ、ドラクエのね、お決まりというか。うわー、超気になるんだけど、これ。でも今日無理やわ、この先は。多分、あっこに行くんやんな、これ。ラプソンどうなの？もうめんどくさいからさ、もうネタバレだけ見て終わりたいな、自分の中で完結させたいな。うん。え、だって強いんでしょ？ラプソーン。こっから多分ラプソン倒すんじゃないよな。あっち行くねんな。倒せそう？ラプソーンで強いとかだったらもう多分倒せないと思うんだけど。どこやったっけ？ちなみにあれ。60で余裕って言われたらもう20上げなあかんやん。無理やろ。いや、俺じゃあストーリーを知りたいだけなんすよ。右の方、どこ？右にそんなあったっけ？どれ？右？なんかでも浮いたことをやったやんな。どこやったっけ？
左上のあれですよね、多分。ん？あれ違う、左上は違う、トロデン城や。あれ違う、ここやんね。え、で、別にあそこやんな。違うか、ごめん、違うやん。サザンの近く、サザンドラの近くやんな。ゲーム実況者と思えない。いやー。ねやっぱ俺はなんか、なんやろね、ストーリーが知りたいいうかね。え、ここじゃなかったっけ？あれ、ここでしょ？これじゃない？あれ、なんか、悪棒みたいなやついるで。ちゃうわ。ここって何？なんか敵強くない？見た感じ。あ、なんかいる。あ、闇の遺跡か。狩猟のホースマン。サザンビークか。あ、今日はとりあえずもう終わるか。うわぁ。うわぁ。寝れない。弱いこいつ。こいつ弱いな。エースケ。名前はちょっと可愛い。なんですか、そのアニメとかにありがちなさ、アニメの最終回見た時にありがちな、なんか胸にぽっかり穴が開いちゃったみたいな。なんかそんな感じなんすよね。いや、サザンビークをどっちに行くんこれ。あ、ごめん、バウムレンじゃなかった。左ですか？行きますか、じゃあ。あー。あれだ。あー、あれや。あー、一回行ったな、そういえば。これやね。え、これですよね。違う。まあ、とりあえずその、なんか、竜神王ってとこだけ、まあ、行ってみるか。そっきの、さっきの、だから、ガーンってなったところだけ。うわぁ。やっぱ、なんか、ドラクエのこれは本当になんか、辛いな、辛いいうか、ドラクエのこの感じ。
いや、だからこそやっぱドラクエ6って神だったんですよ、俺の中で。あ、ちゃんと本当にその、なんつうやろ、ちゃんと完結してくれるんですよね。裏バス倒した後に。今回もそういう感じなんですかね。だったらもう全然やんねんけど。サダンの近く？え、どれや？とことあの上か。見つけた。あれか。あれだよな。ん？これ？あ、これじゃないわ。ごめん、全然違う。どこや？どこや？どこやねん？おい。あれか？ちゃう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 。どれや？左上？どれ？左？サザンビーグの近く、ベルガラック？サザンビーグの右上か。ああ、あれか。ありがとうございます。ああ、切ないな。なんか2チャンネルのドラクエ8スレでちょっと感想語り合いたい気分や。え、今あったどこ？もう、ごめん、もう、頭の中ちょっとポカーンとしてて、何も気づいてないと思う、俺。もうこの状態じゃちょっともうさすがにもう続きはできないな。いや、でもちょっと皆さんに分かっていただきたいんですよ、本当に俺のこの気持ちが。今あったって言うけど、どこにあった、そんなの。どこにあった？あ、ちょっと明るくなってきたな。え、どれや？マジわからん。左か。え、もちろんそのあのなんかゼシカ、え、さっきのその終わりの続きがあるんですよね。そのゼシカのなんかゼシカと一緒に旅してってさっき終わったじゃないですか、あれで。なんかあれのよくわかんない感じ。あれの続きがちゃんと見れるんですよね。なあ、もう切なすぎんねんけど。胸が苦しい。切なすぎて。こいつら一体どこ行くのとか。あー、ごめん、あったわ、あれや。これやんな。ん？違うわ。え、どれ？マジ？ごめん、マジでわからない。ごめん、ちょっと今日俺夜さ、寝る前にちょっとスマホで、ドラグエイドのネタバレとか見ちゃうかもしれん。どれ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 、それが実況者になることなの？いや、でも実況者とかネタバレ見まくるでしょ。実況者みんな頭悪いからさ、自分じゃクリアできないから攻略サイト見まくってますよ。左上、リブルアーチ、ん？あー、見つけた。あったあったあった。さすがにこれやろ。さすがにこれやんな。さすがに草ですわ。
え。ダンジョンか。邪悪な場所って感じじゃない。え、しかも、ま、見て、左、右下、マップないねんて、ここ。やばない。うわぁ、ゴテゴテのやついっぱいおる。うわぁ、マップないのきつすぎ、新た。あ、これか。おい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 。長そうやな、でもこのダンジョン。ちょっともう次の機会にするか。まあでも、ダークテーブルはまああっさり死んだな。嘘やろ、雑魚敵の一撃が100とか食らん、これ。だからゼシカマジ手抜くな言うてね、お前は。ホラーウォーカー強えなぁ。どこ？次どこ？目標レベル41じゃ全然余裕。まあでも誰一人41になってないけど。ここってちなみに中断とかできる？中断できるともう中断しちゃおうかな。右？もうなんか、もうなんかもう、もう寄り道したくない。もう最短ルートで行けるなら行きたいな。まあ、気分悪いわ。気分が悪いというか、なんか、スッキリしない。やっぱ、あのまま、アルフレザプソン倒して、なんだろうな、やっぱこの、ヒューマンストーリーなんですよね、結局。ドラクエ8は、俺の中じゃ。ドラクエ3とかまでやったらさ、ドラクエ3みたいな、あれでもなんか本当に勇者が魔物を倒して終わりみたいなね。やっぱドラクエ8ね、ちょっとヒューマンストーリーの要素が強すぎる。これちょっと割れないな、やっぱラスボス倒したところ。もう俺ぶっちゃけ言われそうだったんですよ、ラプソンを倒した時点で。なにこれ、なにこれ、ちょっと待って。なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、なにこれ、なにこれ、なにこれ。これどうしたらいい、これ。どうすればいい、これ。どうすればいい、これ。これさ、なんかさ、あの、なんだっけ。ドラゴラムでさ、あの、火炎の駅でバーンって全員倒したんやけど。あ、みんなレベル40、あ、お前、ヤンガスともうこれレベル41や。あー、ごめん、たかってもうた。あー、ゴミだ。旨味がね、まったく。ナイス。これ効くん？魔人斬りでしょ。おーい、二つ曲がった。まあでも、十分か。でも正直ね、ハグラメタル2体倒すんやったらメタルキング倒した方が絶対いいんですよね。これジェシカ次何行こうかな、これ。ムチスキル？ムチかな？ライトニングデスとかあんねんけど。無知ですよね、でも。あれ、格闘の方が良かった？アイドルなんとかって言ったなんやったっけ、これヘルボックスやったっけ。じゃあヘルプレゼント。
あ、パンドラボックスか。あー、これ最上級のやつや。こいつはでも、なんだっけ、この一個前にさ、ドラクエイト、なんか 3DS のオリジナルのさ、ヘルギフトか。ヘルギフトいたよな。ヘルギフトみたいなのおったけど、これ、こいつがでも従来の、やっぱ最強なわけや、パンドラボックスが。ヘルギフトってか、なんかやっぱ名前のセンスいいよね、ほんとドラクエは。あれ今、あれさ、あ、ちゃうわ。俺ドラゴスライムがいるって思った。あ、シャドウやな、シャドウのやつやんね。言うほどでも強くないな、敵。あー、でも無理ですかね、さすがに今日中にっていうのは。ホロウォースとあれ。まあいいや。まあ今日終わるか、でも。中断して。とりあえず、やっぱ、ちゃんと、やろう。やっぱね、これほんとラプソン倒して終わるつもりやったけど、終われないな、これ。ラプソン倒して終わりっていうのもドラクエ4で、もうデスピサロ倒して終わっちゃいましたぐらいの、もう投げやりプリやから、ドラクエ4なんてもうあれ、エビルプリスト倒して早い、やっとあれはゲームクリアだと思ってるんで、やっぱやんなきゃダメだな。まあ、今日はもう終わろうか。出たよ、もう。いや、エッグラチキーラ、あの辺はもう正直もう完全に裏のストーリーだと思ってんけど、せめてエビルプリストまでは絶対倒さなあかんじゃないですか、ドラクエ4は。そもそも黒幕やし、あいつが。やっぱあれを倒さなきゃ終われないというか。いやいや、ドラクエ、違う、ファミコン版は、デスピサで終わりなんですよ。っていうのも、メモリの容量が足りなくて、実装できなかったんですよ。エビルプリスト編を。こんなや。大して効かない。かな、やばい。あ、弱いわ。やばい、ちょっと、もうやめろや、お前。死んだままや。影系、何、ドラクエ好きのくせに、影系モンスターの特徴知らないのか。あなたね、言っときますけど、いや、僕はもちろんもう知ってて、あえてそう、ああいうリアクションしたんだけれども、もちろんドラクエ8では、要はだから、テンションを貯めないと、ゴースト系には技が通りにくいっていうのは、あるっていうのは理解してはいたね。うん、いたけれども、俺はドラクエ8はもう完全に初見プレイですから、それはね、知らなくて当然というかね。ん、今、ゼシカ殴っていったな、今。
あれ、そういえばこの敵モンスターのこのなんかゼシカの姿に目がくらんでっていうのをなんか久々に見た気がすんねんけど。そもそもザコ敵とのエンカウント避けてきたから、まあ当然か。遠いな。左？なんかあるね。来るなー。エルフの飲み薬。来んな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 、やめてくれ。まあいいや、もうとりあえずもうこの先も続けるって決心したんだったら、もう今日は別に無理してやる必要ないな。もうお前来んなよ、お前は。え、メタキンの盾があるはずやったん、そこ。逃げたろ、逃げれた。うわ、来たし。変化キャンセルとかもう対応していくか。え、ホワイトキングマジで？ドラクエモンスターズでは魔王系とゴースト系を配合するとあいつになる。あ、なんかいる。久々やな、こいつは。ごめん、ゾンビ系か。わぁ、なんか湧いてるわ。これはもう潰すしかないっすね。逃げんなよ。キング、お前が逃げてどうすんだよ、お前。モリーマジ逃げみたいなのある、マジで。ってことは、やっぱり、ちょっともうここ。うん。行っとけ、よし。いや、裏ボス強いからこそさ、やっぱ行かなあかんくない？倒さなあかんくない？もう逃げんな、ゴミ、ほんまに、お前、はぐれメダル。だからはぐられんじゃん、お前。だからはぐれるんじゃん、お前は。群れからも、社会からも。一生はぐれとけ、お前は。なんかあるぞ、また。おぉ！来た。
え、超長そうやねんけど、まだなんか続く感じやねんけど。雲の海。もうちょっと行くか、じゃあ。もうちょっと行って終わるか。なんかあるんでしょ、なんか中断、オアシス的な何かが。うわー、もう絶対戦いたくないな。なんかいた。これは倒す。お、しかも2体。どっちでもいいから引っかかってくれ。どっちでもいい、引っかかってくれ。いけ！よし！うわぁ、全部当たった。よっしゃー、一発倒した。でかいぞ。立ち見リーで連投してるやつおるな。帰れ、ハゲ。を調べます。これトイレかと思った。墓か、これ。我が最愛の人エルトリオ。なんかもうここに来てまた新キャラが登場してんけど。ここに眠る、願わくはその眠りの願い、安らぬ願いならんこと。エルトリオ、エルトリオか。 3L サイズかな。エルトリオっていうぐらいから。あ、やばい。いや。ホワイトキングもう腰折れかけやないと大丈夫かな。もう、こんなもうメダルとかゴミでしょ。え？エルトリオっていた？え、ごめん、エルトリオっていたっけ？ごめん、ちょっと気がつかなかった。エルトリオ出てたっけ？誰や？え、エルトリオさすがに覚えてない。どこ、教えて。出てない気がすんねんけど。エルトリオ。グラビウス何？あ、そっか。チャゴスの、父の兄に当たる人か。え、なんでそんな人の墓がこんなところにあるの？竜神族の里って。繋がってきた。だが困ったな。この門と来たら押しても引いても開かないじゃないか。せっかくここまで来たってのに引き返すなんて、なんとかならないもんかしら。ちなみにこいつらはそのラプソン戦を目の前にしてるっていう状況だからね。実はこんなことしてる場合じゃないはずやねんけど。あ、来た。
おお、なんか普通の村っぽいので入ってきたな。火とか吐く時点で確かに。確かにトーポ普通じゃないんだよな、あれ。よく来なさったな。ここは人と竜、二つの姿を持つ種族、竜人族の住む里じゃ。竜人族だと？わしは竜人族の長老が一人、グルーノと申す者。この里でのお前さんたちの案内役じゃ。何せこの里を人間が訪れるのは何百年ぶりのことじゃてのう。我らの中にも人間を見て驚く者がいるじゃろうから、わしが付き添うというわけじゃ。窮屈なこととは思うが、まあ我慢してくだされよ。おお、あ、ちゃんと教会とかもある。あ、よかった。これは、どうしてこんなに荒れ果てておる？え？わしが旅立った時には、こんなでは。終わるか一回。これまだストーリー続いてんな。ラプソン倒して終わりじゃん。あそこ通過点だ。てかそもそもラプソンが弱すぎた。ここで終わると変な感じになっちゃう。まあもういいんじゃない、とりあえず変な感じになっといて。もうとりあえず一旦ここでもう終わろうよ、もう。うん、ここで一回セーブして終わりますわ。で、どれが教会やねん。ルークソーって何？モミジみたいなやつだったけど。前に見た人間は発見した時には常に死んでたんだな。あ、多分これはあれだよね。エルトリオだよね。20年ほど前、高貴そうな未来の若男だったよ。あー、ごめん、ヌークソ、あのメディおばあさんが持ってたやつじゃん。すいません。忘れた。忘れてゆく。あ、これか。ちょ、どうしよう。ちょっと待って待って待って。これどうする。2個しかセーブできねえのかよ。だったらま、下にセーブすりゃいいんだよな、これは。
はい、終了。いやー、まさか。所詮ラップソンはカマセイルだったか。上に上書きしちゃったら、だからあれなんで、ミーティアエンドが、ちょっとまた消えちゃうわけですよ。まあもう、消して、消えたら消えたらで、まあ動画見るわ、俺。うん。とりあえずまあ、ドラクエ8、今日で終わりではございません。また、次回以降も引き続きやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。